将棋界は、昨年、高校生2巻が誕生するなど話題が尽きなかった。囲碁界は、7大タイトルを第一人者と若手の3人で分け合う、三強時代となった。今年の機会はどうなるのか。大阪商業大学アミューズメント産業研究所の主任研究員、小作昇さん、57、に見どころを解説してもらった。中島高幸将棋昨年、 一気に2巻を獲得した、藤井聡太棋聖18、イコール多いイコールの今年前半の見どころは、順位戦昇級の可否や、4年連続で、勝率8割以上のキープなるか、だ。藤井棋聖は、順位戦や、竜王戦といった、持ち時間が長い対局で勝率が高く、順位戦では、デビュー以来、黒星は一つのみ、 じっくり考えることで自力が発揮できるのでしょうか。驚異的ですと、小作さんが指摘する。順位戦は、名人戦の予選にあたり、騎士が5クラスに分かれて約1年かけて、リーグ戦を戦う。最高の A 級 B 級1組 B 級2組、C 級1組 C 級2組の順で、A 級の優勝者が、名人に挑戦する仕組みだ。藤井騎勢は、 平成29年度に C 級2組からスタートし、現在 B 級2組に在籍。今月6日に行われた同組の対局で8戦全勝し、同日中にも昇級の可能性があったが、競争相手が勝ったために2月以降に持ち越しに、ジョ戦の通算成績は37勝1敗だ。竜王戦でも、予選に当たるランキング戦で、 毎年優勝している。藤井規制は29年度以降、毎年勝率8割以上を記録。昨年度は史上初となる3年連続での達成だった。今年度は現時点で8割をやや上回っている。強い相手と当たっている中での勝率8割は、まさに規格外と話す。そんな藤井規制が、 六戦すべて敗れている、都島正幸二冠、三十、イコール竜王、秋田王イコールとの対局も注目だ。都島二冠の指し手の精度は、トップ騎士たちの半歩先を行っていると指摘。今年度の秋田王戦七番勝負で、当時秋田王だった、長瀬拓也王座、二十八、を相手に二回の持ち将棋、引き分けを含む九局を戦い抜き、秋田王を手にした。竜王戦では、 初のタイトル防衛に成功。実績を積み重ねている。今年の将棋界は、藤井規制と豊島二冠を中心に展開すると話している。また、小作さんは近年、将棋界の将棋のレベルが格段に上がっていると分析。読みの精度や研究の深さは、30年前と比べ覚醒の感がある。 将棋ソフトがそれを加速させていると見ている。囲碁囲碁界の7大タイトルは、第一人者、山ゆうった三冠、31、イコール規制名人、本因坊イコールと、芝野虎丸十段、21、イコール王座イコールと、一力両二冠、23、イコール天元、五星イコールの若手二人が占める。上位争いに食い込む二十代の若手騎士たちは、膨大な研究を重ねているといい。 それがしっかりと結果に現れていると話す。20代の騎士たちの層は厚い。1段戦5番勝負の出場経験がある。あまり正規、よ、正規8段25は昨年、勝ち星4位13、勝率8割6部、連勝22、対局数50で、関西棋院の各ランキングでトップだった。 天元戦の挑戦者決定戦に進出したことがある、佐田敦7段、25五、や16歳6ヶ月の史上を最年少で、新人王を獲得した、大西隆平7段、20は、本ボ坊リーグに初参加、五星保持経験がある元家元八段、23は、これまで天元戦や、王座戦の挑戦者となるなど、タイトル戦に絡む活躍を示している、 二巻の芝の獣弾は SNS を活用するなど、囲碁普及に力を入れる。一緑二巻は、東北地方を拠点とする河北新報の記者としても、活動。若い二人は、キャラクターも、魅力的。ファンにとって、囲碁を見る楽しみが増えたのではないかと話す。これらの若手に加え、天元三連覇などの実績があり、近年は、 毎年のようにタイトル戦の挑戦者となっている、河野林球団、40、が13日開幕予定の棋聖戦7番勝負の挑戦者として、伊間三冠に挑む。七冠独占を2度達成した、伊山三冠だが、若手や河野球団らの活躍によっては、戦国時代になる可能性があるといい、今年の囲碁界も目が離せない。古作、昇る昭和38年、東京都出身、 57年。19歳で将棋の騎士養成期間、奨励会に一級で入会。三段リーグに5期参加するが、年齢制限の26歳を迎え大会。週刊将棋の編集長などを経て、現在は大正大公共学部の助教も務める。天木戦でも活躍。次のオーディオビデオでお会いしましょう。